これをね、高架をぶつかるとまっすぐ行きゃ308だけどね、直進できないね。ね、これあれがね、一歩速なんで、下り一歩速なんですよ。こうね、この左入ってなんかね、この車迷ったらあかんな。おらんほけねんけどね、見やがんのなあ。どこか回ってくれんかな。あの車が前やったら、いやまた前見ようと、あれが前やったらちょっと具合悪いんやけど、これよーここでね、ここまで来るとね、あれが飛ぶんでね、あの編集がね、ちょっとこうで、ここから行ってそこに右折のとこで飛ぶ。いやーもうまっすぐ行ってくれ。よしよし、ありがとう。まあ、これ右ですよね、三差路右ですね。右でこれ突き当たるがね、308号でね、また左上がっていくので、そうするとね、ずっと上がっていくと308号の暗がり峠ですね、いけるかな。よっしゃ、もうここからこの状況やからね、どうこれ、これすごい。この自転車で上がらしてもんだけどね、こんなとこ自転車上がらせてみてたら大変やわな。わし昔ね、こうあの軽で、すいや何やね、三菱の軽でね、ダーッと上がっててね、何回用事がついてたんやけどね、配達さんが行ったんやな。うわすごいね、こうなってみて、もうほんまやわ。なんかいつもさーっと上がってるとね、こんな坂でイメージなかったんやけど、すごいやっぱ坂やわ。おお、すごい騒いやな、これ。おお、車来た。おーおーおーおお、車来ました、車が。おーおーおーおお、車来た。車来ました、朝。おー、また来た。また来た。何回も来るぞ、これ。ほら、あかん。これあきまへんよ、これは。これあかん。なかなかよ。2回。もう来いやろ。いやー、参ったね。こんなことあんねんな。俺初めてこう、なよう通ってんねんけど。バイクはよく来んねんけどね。おい、すごいやっぱ坂やわ、これ。ほらほら。ほんでね、ここやわ、ここ。ここまで来て上がらんかったよね、軽がね。この上。ここで、今のところでね、勢いつけて上がんねんけど、上がらへんねん。やっぱすごいね、これ。普段はこれあの何気がし上がったけど、すごいやっぱり傾斜やわ。これは傾が上がらなかったら、もうそのすごい、もうね、あれがあってトラウマがあってね。ほんで一回あのボンゴでもね、どうか滑ってもう上がらなかったんだな、上の方でね。それが今読み上がってきたんやけど、すごいですやっぱり。狭いですねやっぱりね。車2台来たやろ、まだ車来ないやろな。うん、これは大変。今日は坊やから、あの誰か歩いとるかなと歩いてないね。まだ朝早いからな、まだ9時前ですわ。9時前ですからね、この辺がね、ねお寺さんがあったかな。お寺さんはもう見えたらだ。でここちょっと上上がるとね、ちょっと平坦な道路になります。ここね、ちょっとここからここから平坦ですよ、ね、でねこの車はね30キロ辺でね、どうやろギア変わらへんねんな。だからうわとすごいことエンジン音するんで、どうしたらいいんだろうね。どうしたら、あ、そう固定するか。固定できるのかな。3速で固定、3速で固定できる。よくわからんな。グリード。これすごい音するねんな、これ。おお、いうとるやろ。すんまへん。はい、歩いて上がってやりますね。この辺から坂ですね。ここが観音寺ですよ、ここね。だってこんな方頼むよ。うわー、上がってんか。
撮影で3回目やったかな、これ通るの。いや2回、え、撮影で2、いや3回目かもしれんな。でとにかくダーッと上がってることしか考えてないからね、ほんまにこうやってやっぱり坂を見るとすごい坂ですわ。俺モンゴでね、あれ荷物積んでなかったかな、かからやったかな、この時ね、ここや、ここのね、ちょっと上がったところでね、演奏しまんね、あ、ここでね、U ターンしたんだ、ここ。ここね、上がると、ここまで上がるんで、スーッと上がるんだけどね、ちょうど台風の後なんかで濡れてたんやわ。こんな、ここにね、落ち葉がいっぱい落ちて、スルスル滑って、こう、どんなにして曲がり方ね、あの時もね。だから2回あるんだ、ここで。上がれないでしょうね。そういうね、記憶がありませんけどね。まあこの辺はね、下から上がってくるとそんなにむちゃくちゃなね、傾斜じゃないんだけどね。まあや、飛んでや、あの方から。車が来ないことだけに乗ったんだけどね。この辺じゃないね、もうちょっと先上かな。これは固定するかな。ここじゃないんで、もうちょっと上のはずやんな、一番ここは。これすごいね、こうやって見るとほんますごいわこれ。もうね、ガチッとね、これベルトがかかるぐらい、あの傾斜がね、ここかな、ここが一番傾斜やろ。これみんなここであの傾斜器をいっぱい置いてね、やってあるけど、これはやっぱすごいね、これ。いやこれはすごい。まあね、車フリーズやからすぐ高んねんけど、ね、なんなくかんねんけど、あの傾斜すごいわ、これは。これは自転車でこいで上がっとる人おんねんからすごいね。一回も足つかんで上がったよ言うてね、なんか YouTube なんか見たんやけど、そんな人ね。これは今の最高のね、傾斜のところですね、比べられるとおりね。いやーこれはね、ここまで来るとね、もうその坂はそんなに角度はね、傾斜なくなりますけどね。これをこう上がって、およそ700メートル先、目的地付近です。冬はね、ものすごいあの歩いてるね。あれ日曜やったかな。この人は歩いてるんだけどね。いや、わしがほとんど木曜だな。休みしかあのここは走ってないけど、基本的にはね、あ、車来た。もう止まってくれてる。もう止まってくれてる。いや止まってくれてる。嘘やろ。止まってくれとんじゃなくて、止まってる車やろ今の。あ、止まってる車にあんた挨拶したらいかんな。持ってなかったから全然見てないけど。はいはい。え、まだ転がる時まだ。こんなところ遠かったっけ。これ上がったすぐ思った違うんだな。まあいかにちゃんと覚えてないかね。あ、そうやったな。ほんで横に道があって、それ横行ってからかやな、ちょっと上がったんですな。いやー今日は2台やね、事故したのが。びっくりしましたわ。初めてかもしれない、あのここで会うの。これはね、この新次郎がね、ちょっと一回この機械を見て、はいはいはい、大丈夫ね、はい、右も大丈夫、はい、のまっすぐある。ここはね、昔はね、この左側のこれだけありましたから、左側のこれを今通ってますけどね、この右の方のコンクリートで売ってるのがね、これなかったんです昔はね。だから昔はそんなまま立ってないんだけどね。あいつはバイクの兄ちゃんの後ろ来てるんだ、どうしよう、避けようか、避けられるか、避けれないか。バイクが後ろから来てんねんけどな。まあ行ってまうか。イライラしてるやろな、バイク。これここでもね、あったな、ここで来たな。ここで K が前から来たわ、お前。ねえ、だいぶ広がったんですよ、これ。なんか横がね。前は180の人がね、あの寝てはりましたわ、寝て。寝て180の人が
あのちょっと足が出ますわ言って言うてあるから180なかったかもしれんな。180ぐらいあったんかな、そんなんやったね。まもなく目的地付近。中央からねバイクがねイライラしてきてはるんだけどね、どうしましょう。ここがね、はい、石畳です。はい、この辺がね、はい、これは峠の一番最高峰のね、このね峠でございます。最高、ここは最高点でございます。いやー、もうほらどうしこらいかん、こらいかん、こらいかん、ここ降りるとかだから、おお、ここ狭いね、おお、狭い狭い、こんな狭かった？わざと狭くしたんじゃないやろね。うわぁ、車来た。いやいや、すんまへん。もうバイク来てへんぞ。止まったかい。バイクの兄ちゃん2台後ろイライラしてたんやろ、あれな。来てへんねんけど。はい、ここはね、今通過しましたからね。奈良県側はこの広さですよ。見てくださいよ、この広さ。ね、奈良県側は2車線になってますからね。本当はね、中にね、あのこうそこの左、ありましたろ。前、昔の道はこう左ですよ。これが昔の道が、もちろん狭かったんですけどね、これ。これですよ。こういう感じの、もっと狭いのでね、あの、家の中が、家の横の動き先をね、走ってたんでね。だから狭かったんですよ。ここもだいぶ広くされたんでしょうね、これね。いや、これは昔から広かったな。いや、この辺も広くしたんでね。これもね、こんな半分もしなかったんですよ、この辺も。ほんまに半分もしなかったんですよ、ずーっとね。だいぶ広くなったんですよ。こういう感じの道やってね。朝通勤前にね、ちょっとね、プラガル峠を経由して通勤するっていうね、間に合うかな。十字架回転っていうのにね、こんなことやってますね。毎回。ね、すんまへん。まあ、間に合うでしょう。ね、まあ、また車来た。よく来るんだよな、車。こう狭くなってんだよ、こうね。狭くなったところで車来たんだよ、不思議とね、これ。お、来てないな。で、また広くなって、まあ、でここからね、ずーっと下っていきますんだけど、まあまあ、大阪側と比べると、まだね、まだ広いですわ。まあ、リニアね、こんな広さあるからね、大阪側は一車線、ほんまに、あれに人が歩いたら、ほんま走れないですわ。土日祭日なんかで、ね、多い時ね、登山の団体がずーっと歩いてるからね、ほんまには走れまいよ。どこに行ってんやろな、あれ登山。やっぱりプラガレ峠を目指して歩いてんやろな、あれよく見かけるけどね。あ、それとあれやったな、お寺さんに行ってるのがあったな。なんか寺の旗をね、こう寺の旗をね、何もせずに、あ、こいつらはちょっと先に行かしてあげよう。さっきの後ろから来とった連中やわ、こいつら。バイクほら、この人たちさ、イライラしてありましたね、後ろから。そらね、抜けられへんってあんなとこで。で、止まろう思うけどね、狭くてね、止まって、追い越してもらおう思うんやけど、狭くて開きまへんねんやわ。ね、今ね、どこ止まったんやろな。今、ちょっと追い越してもらったけど。で、この辺がね、ちょっと狭くなってんやけどね。で、また広くなりますね、ここからね。こう抜けるとね。あ、俺勘違いしてた？え、俺なんか勘違いしてたろ？広くなった道路がなんかあったような気したんやけどね。あ、そうやろ、ここから広くなるね、これね。こんな広くなりますね。ほんで、また住宅地の中に入るとね、だいぶ拡張工事してもらってんねんけど、まだ狭いとこありますわ。この辺からね、住宅地でございます。もうね、だんだん狭くなってね、これが危ないんですよ。僕は来るのがよくんですよ。用心してる時は来ないね。上り口で2台連続で来られてね、びっくりして。はい、こっからや、あ、これ広くなったね。
これだいぶ広くなった、ここほら、これ広くなってますさ、これこれ。これは昔はね、普通の石木踏み中がね、そんなんやったから、広なりましたわ。この半分ぐらいの感じやったな、昔な。これ左が広くなったような感じよ。左のコンクリートぐらいがね、これも右のコンクリートぐらいがこれ広くなったんだ、これね。ほら、広なりましたわ、これ、ほら。ほら、広いわ。ああ、広いわ、ええと、また、ま、こんな感じだったね、昔ね。やべえ、狭いな、ここね。これ。ここ狭いですわ。また広なりますわ。はい、これがね、生駒かな、生駒の市街地が見えてますけどね。で、下って168号を右折して、これまっすぐか、168号を右折してどうすんだよ。法隆寺方面に行って、そこから5号線かな、5号線を南下しようか。5号線を南下して山の高まで間に合うかね。ちょっとね、今ナビをねやってみようか。ナビ間に合うか。ちゃうちゃう、履歴で出てけんか。ここあるんで、しっかり行ってみよう。目的地案内、ここで案内してもらいましょう。ほら、案内してくれ。曇り、はい。これ何キロ、まあ、何キロ言わんのか。21.5キロ。到着予想時刻が9時59分、1分前や。1分前でございます。いや、1分前かい。ああ、外待ってんだ、そこ。自分の車やから、ここやろ。止まってはります。ほら、広くなってますよ、はい。今からやったら、今10分やから、約50分ぐらいかかってんな。まもなく U ターンです。U ターン？右方向です。ちょっと待ってや、こんなとこ U ターンか、おかしいやろ。ちょっと待ちいいな。 U ターンはおかしいぞ、これ。なんか明らかにとるぞ、これ。一回下がって、わ、狭っ、狭狭。これやっぱ、ま、なんか待ちごたやろな、道。いやー、これは待ちごたか。いやいや、これ前走ったことあるわ。およそ 300m 先、 U ターンです。いやいや、 U ターンで行けるけど、ね、まっすぐ行ってね、どっかね。一回待ちごたや、これ。どっかでまっすぐ突っ込んだらね、行けなくなって、どこやったかな。なんか間違いなくこれ通ったことある。おばせ。ちょっとゆっくり走っとくかね、危ないからね。ブレーキに左足乗せないから。いやーなー、ないか。間違ってるか。いやー、わからんな。これから。これやわ。ここで間違って、まっすぐ行かれへんね。これ右や。あ、間違いないわ。ほらほら、進入禁止やろ。これ右や。これ右に行ってね。で、突き当たりをまたね、あれがね、行かれへんから、一歩ずつ左行くね。な。あ、当てろ当てろ。やっぱり通ったことありますよ、これ。これ左行って、これ左行くやろ。下水道？工事？工事やってないでや、頼むから。ほんでね、どっからかまた右曲がるね。どこや？50m 先、下水道工事。通行止めじゃないやろな。通行止めやったらもう最悪や。やってない？よしよしよし。どこや？曲がるとこないぞ。あれ？おかしいな、工事中、どこが徐行になってんだ。行けるか、これ。これや、これ右や。これやな。これ右行ったら、これは、いや、これ普通から上がるんやな、これな、この道はな。あの、暗がるといいんだよな。だか
ら、あれよ、どっからか左曲がってことやね。ここ出てくるんやったら。まもなく右方向です。はいはい。まもなく右方向。ここ、ここ、この辺もね、前の記憶残ってます。もうすごい。記憶に、みんな乗ってるからね。